速2バス連打を踏むために必要なのは筋肉ではなくテクニックですという話をしていきます。どうもジャン・スミスと申します。高速2バス連打に筋力はそこまで必要ではないです。というか練習してたら勝手に身につきますので、ね、2バス踏むのには鍛えなあかんのやなみたいな感じで捉えている場合は別にそんなことはないんだよということを知っていただければと思います。じゃあ何が必要なのかっていうとテクニックと練習時間です、まあ、基礎練習時間からはもう全人類逃れられないのでそこは真面目にやっていただくとして、今回は動画前半で高速連打を踏むために必要なテクニックを喋って、動画後半でそのテクニックを身につけるためのおすすめ練習フレーズを喋っていきます。今回の動画を見ていただければ高速2バス連打を踏むのに必要な具体的な足の動かし方がわかります、まあ、これがわかると自分もそれを練習して高速2バス連打が踏めるようになってドラムでできることが増える、するとドラム楽しいってというような好循環を作ることができますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速高速2バス連打を踏むために必要なテクニックを話していこうと思います。それはアンクルモーションという踏み方です。どういう踏み方かというと、かかとを上下させてつま先とかかとでシーソーのような動きをする踏み方です。まあこれだけ聞くと何のこっちゃねんっていう感じなので、もうちょっと詳しく喋っていきますね。バスラムを踏むときにこう踏もうとしたときにこうかかとを落とすとつま先ってちょっと浮くと思います。浮くというか上がると思います。ってするとまあバスラムとビーターが離れるんですけども、ここ、うん、でだんだんここからかかとを上げるとつま先が下がっていきますねと思いますでするとそれに伴ってビーターも前に進む、でドンって音が鳴る、でまたかかとが上がりきった状態からかかとを落とすとこうつま先が浮く、ビーターが離れる、でまたかかとを上げていくとつま先が下がる、音が鳴るっていう、これの繰り返しなんですね。これがアンクルモーションです。めっちゃ大雑把に言うとこれを速くするとこんな感じになるわけですね。アンクルモーションというものの踏み方はもうこれだけですで、なぜこのアンクルモーションが必要なのかという話なんですけども、アンクルモーションが使えないことによる大きな問題が2つほどあります。1つ目の問題は、どうしても太ももというでかい筋肉を使った踏み方になってしまいがちなんですね。アンクルモーションできないと、こう今ちょっと映像映してないですけども、太ももというでかい大きな筋肉を使ってこう上からドンドンドンで、これをだんだん速くみたいな、そういう踏み方になってしまいがちなんですね。特に2バスを始めたての方とかは、私もなってたしこの太ももという大きな筋肉を使ってしまうと、エネルギー消費量がすごい無駄に多くなるっていう問題が発生するんですね。でかい筋肉を動かそうとするとそれだけ必要なエネルギー量も増えるので、でそれをねでかい筋肉を動かしてドドドドドドってやってると、まあすぐバテてしまうわけですよエネルギーが枯渇するというかスタミナ切れを起こしてしまうと、こう連打とかもでだんだんもつれてきてしまってこれ安定した2バス連打が踏めないみたいな問題が発生してしまうんですね。そしてもう一つの問題は、じゃあ太ももは別に使わなかったとしてもアンクルモーションができない、つまりテクニックに頼れないと、どうしても筋肉に力を入れたこう筋肉痙攣的な踏み方になってしまいがちなんですよ。これも問題。グーって今ちょっとすねとかふくらはぎあたりにグーって力入れてるんですけども、こんな感じでグーこの踏み方をしてしまいがちです。アンクルモーションできないと、これもよろしくない。なぜならエネルギー消費量が多いよねっていうすぐ疲れてしまうよねっていう問題もあったりするし、この筋肉痙攣みたいな踏み方っていうのはあんまりコントロールができないんですね。速さの面でもそうやし、音量のコントロールもできひんしそれを両足でやろうもんなら、なんか全然音量出ない粒たちも揃ってないレンダーみたいになってしまいがちなので、これもよろしくないといった問題が発生してしまうので、アンクルモーション必要だよねという、そういう話でございます。アンクルモーションを使えるようになると、そもそも太ももで踏むということはなくなります。まあかかとを上下させるだけですので、基本的には太ももを使うということがなくなりますし、かかとを上下運動させてるだけなので、そんな変に筋肉痙攣を使うってこともなくなるわけです。ここら辺に力をグーって入れてウニーって踏むこともなくなるので、さっき私が申し上げた問題2つとも同時に解決できるわけです。というのもあるし、アンクルモーションそもそもそんなに大きな動きではないので、使うエネルギー量も少ないんですね。使われる筋肉もこのすねとかふくらはぎあたりの筋肉なので、太ももと比べると小さい筋肉ですので、こう消費エネルギーがすごい少なくて済む、消費エネルギーが少ない状態で連打を踏むことができると
長く踏むことができるんですね。長く安定して踏むことができるし、じゃあ疲れず踏めるようになると今度は早く踏むこともできるわけです。といったいいことがあるので、アンクルモーションツーバス連打には必要だよねっていうお話でした。ここまででなぜ高速ツーバス連打でアンクルモーションが必要なのかっていうのはなんとなく分かっていただけたかなと思います。なんとなくで大丈夫です。そんなに頭でかちになる必要もないのでなんとなくで大丈夫なんですが、でそれを理解した上で、じゃあここから動画後半、アンクルモーションを習得するためのおすすめ練習フレーズ紹介していこうと思います。ドラムがより一層上手くなるメンバーシップというものをやっております。普段の動画では解説しきれていないようなより詳しいテクニックを解説した動画であったり、メンバーさんのドラムに関するお悩みに1対1でお答えするサービスなどを提供しています。料金は月々500円ほど、まあ今後変わるかもしれないですけども、概要欄にチャンネルメンバーシップへの URL を貼っておりますので、ぜひそちらからチェックしていただければと思います。アンクルモーションを習得するためのおすすめ練習フレーズは、右足連打と左足連打の切り替えです。だいたいこんな感じ。でまあ、これをずっと繰り返すってだけの練習、これおすすめです。片足連打っていうところがポイントです。まあ、最初から両足連打で練習してもいいっちゃいいんですけれども、これちょっと難易度が上がるんですよ。これ両足連打をしている時に、じゃあ上半身がブレるからそれを維持しなければならないみたいな問題に対処する必要が出てくるとか、あとは連打がちょっともつれがちやからそれを意識する、まあ整えるための意識せなあかんだとか、別の要素が入ってきてしまうんですね。ノイズが入ってくるというか、ここでやりたいのはあくまでもアンクルモーションを習得すること、足の動かし方を練習することなわけです。だからそれ以外の要素が入ってきてしまうと、どうしても練習に集中できなくなってしまう問題が発生するので、まあ、まずは最初から片足ずつ、うん、まあ、最初から両足連打できる人はやったらいいんですがなるべく片足ずつ連打するってところから入っていただければと思います。こんな感じでもまずは右足8連打ぐらいから始めるのがいいかなと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、ここまで踏んだら次もう間髪入れず休んで、休まず左足で8連打踏んでまた右足8連打に戻る。こんなん、うん、でまあ慣れてきたらこう右足連打を長くしてみる、16連打32連打とか、まあ長くしていくってことができればいいかなと思います。おすすめ練習フレーズとしてはこんな感じ。ここでこの練習フレーズをやるときに意識してほしいこと2つほどありますので、それだけ喋っておこうと思います。1つ目は、そもそもこの練習するときはある程度早いテンポから始めるようにしてくださいというお話。なぜならそもそもこの練習自体が高速ツーバス連打用の練習なのでアンクルモーションをゆっくりで練習しようとするとちょっと難しいというか感覚がわからないんですよね。まあ、このかかとの上下運動をするっていうだけであればゆっくりでもいいんですけど、うん、これ速くなってきた時にちょっと動きが小さくなるので、 こんな大きくかかとの上下運動しないので、基本的にはもうなるべくこのちっちゃい動きの練習ができるようにしたいわけです。ってなるとテンポがある程度速くある必要があるんですね、うん、まあテンポ160ぐらいから始めるのがええかなと思います。最低ラインそんぐらい、まあそれでもちょっと速いって場合はもうちょっと落としてもいいですけど、あんまり遅すぎるとアンクルモーションの練習にならないっていうことが起こるのでまあある程度速くからやってほしいなというのが1つ目。2つ目意識してほしいことは、できれば最初強い方の足、右足だけ作ってからこの右足連打と左足連打の切り替えの練習に入ってほしいという話です。まあ、強い方の足で、まあ、私は右足なので右前提で話していくんですけども、まずは右足だけでアンクルモーションができるように練習してほしいなという話です。まあ、できればね何がやりたいかっていうと、このできた方の足、右足の動きを真似して左足を作りたいという、ただそれだけなんですよ。右足をお手本にしたいというだけのお話です。うん、右足でできるのならば、じゃあ左足でもその動きとかね、フォームとか足の形だとかなんだとかを真似すれば、まあ左足でもうまくいくよねっていう、それだけのことです。左足を効率よく強化するためにも、強い方の足で先に作ってしまいたい、そうすると効率よく練習できるよねっていうだけのお話です。逆にこれ両足ともアンクルモーションができてない状態で両足一気にやろうとすると、
下手すると右足と左足でやってることが違うっていうことが起こるリスクもあります。まあなかなかないかもしれないですけども、人によってはこれがあるかもしれないです。っていうのもこう指針がないわけですから、この、ま、右足の真似するだけやったらこの右足の動きをそのまま再現すればいいだけだから、その羅針盤というかビブルカードというか灯台というかなんかいろいろそういう目指すべきポイントがあるんで分かりやすいんですけども、この両足ともできてない状態から始めると果たしてこれは合ってるのかこの動きはみたいな感じになってしまったりもするし、こうどうしても右足はじゃあかかとがある程度落ちてる状態で連打踏んでるけども、左足はこうかかとが上がった状態でこうアンクルモーションしてるみたいな、そのちょっと差が生まれてしまうこともあったりするわけです。右足の真似してるだけやったらね、左足で、うん、そういったことは起こらないっていうか起こりにくいんですけどもどうしてもこう両足同時に練習しようとするとそういった差が生まれてしまうこともあります。ちなみにかかとを落としてるのがいいとかかかと上げてるのが悪いとかではないですといった観点から見てもできれば最初強い方の足だけ作ってしまいたいねっていう、そんだけの話でした。まあこれは手の連打でも同じですね。この2つに注意しながら私がご紹介したおすすめ練習フレーズやっていただければ高速ツーバスレンダーてかアンクルモーションかできるようになっていきますんで、ぜひチャレンジしていただければ幸いですという感じでした。というわけでまとめです。高速ツーバスレンダーを安定して踏むためにはとにかく省エネルギーを意識することが重要です。太ももとかのでかい筋肉を使ったり、こう変に力んでしまったりとかしてエネルギー消費量が多くなってしまうとすぐバテてしまいます。すぐバテると安定したツーバス連打を踏むことができなくなってしまって、こう上手い演奏ができなくなってしまうわけですね。疲れず長く踏む、そしてより一層早く踏むための手段としてアンクルモーションがありますというだけのお話でした。アンクルモーションぜひ習得してより快適なツーバスライフを送っていただければ幸いですという感じでした。まあ本日はそんなところかな。こんな感じで私のチャンネルでは普段ドラムの上達に必要な知識を分かりやすく言語化してお届けしておりますので、ドラム上手くなりたいという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。あとはより一層ドラムが上手くなるメンバーシップというのもやっております。この通常の動画では尺の都合上話しきれなかったことであったりとか、より深い話だとかをメンバー動画として配信しております。ドラムさらに上手くなりたいという方はそちらもチェックしていただければと思います。概要欄に URL 貼っておりますんで、そちらクリックしてみてくださいという感じでした。本日はそんなところで、以上ジョン・スミスでした。